おはようございます。声聞こえてるかな。おはようございます。アメン。おはようございます。おはようございます。はい、今日から8月ですね。今日から8月です。それではですね、今日も天気が良くて。リッチェさんおはようございます。リッチェさんおはようございます。それでは出かけましょう。今日は8月1日、月曜日。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りとともに、神の御前へ立ち上った。黙示録8-4。Then the smoke of the incense, together with the prayers of God's people, went up to God from the hand of the angel.レバレーション。黙示録のこと、レバレーションって言うんですね。これはどういう意味かというとですね、神殿にはですね、ちょっと画面がおかしい。神殿には、お香が、お香っていうか、あれですね、煙、ね、お香の煙があるんですね。で、それは、祈りを表します。祈りですね。で、私たちは、祈りでですね、私たちの祈りが天に届くというですね。今日暑くなりそうですね。今日はいい天気です。青空ですね。青空ね。ずっと梅雨でしたからね。梅雨でしたから、青空が非常にいいですね。今日はどこに行きましょうか。ちょっとまだ行くところをですね、決めてないんですね。行くところを決めておりません。はい、どこに行きましょうか。まだですね、行くところを決めておりません。どこがいいでしょうね。そうですね、蚊の少ないところがいいですね。蚊の少ないところ、そうですね。鳥越さん当選しませんでした、ね。でもまあ、神様にはご計画があります、神様のご計画がありますから、まあ、あんまりそうですね、心配しないで会いたいと思います。そうですね、どこに行ったらいいでしょうかね。はい、そうですね。可能少ないところ。可能少ないところ。そうですね。どうしましょうかね。まあ、とりあえず行きましょうかね。可能少ないところ。
神殿には聖女と死聖女という部屋があります。死聖女というの方が契約の箱という箱があります。それは神様を表すんですが、あ、ごめんなさい、神らをやってなかったですね。カメラを移動するのを忘れてます。そして聖女には、聖女と死聖女は幕と言いますか、厚いですね、厚い幕で仕切られています。そして、聖女の方はですね、祭司たちがそこで仕事をします。で、その聖女にはですね、パンを置くテーブルとそれからミノーラといって、まあ食台ですね、食台を置くテーブルと、それからお香ですね、お香を置くテーブル3つあるんです。そして幕の方にそのお香のテーブルがあって、でその死聖女に向かって右側の方にパンのテーブルがあります。それから左側にはメノーラのテーブルがあるんです。この3つのテーブルが聖女にあります。それは祭司の仕事です。で、どういう仕事かというと、パンをいつも用意をする。それからお香をいつも炊く。お香、煙がどんどんたくさん出るんですけど、止まっちゃいましたかね。電波止まっちゃってる可能性がある。お香が出るですね。少し止まっちゃってる可能性がありますね。どうでしょう。今電波止まっちゃってるんですね。この辺ちょっと電波が悪いから、もしかしたら止まってるかもしれませんね。
みません、ちょっと電波がですね、悪いので、この辺ちょっと電波がですね止まっちゃってる可能性があります。はい、すいませんでした。電波弱いから、あ、電波ないね。電波ないですね。少しある。ごめんなさい。電波のないところ、電波のあるところ。うん、そうですね。まあ、行くしかないかな。そうですね。ちょっと電波のあるところ、行くしかありません。ちょっとね、電波が切れたかもしれません。この辺は、なんか電波がありそうな感じですけど、すいません。あ、この辺電波があるかな。ちょっと電波のあるとことないとことあって、ちょっとこの辺はまずかったですね。電波なさそうなんです。すいません。電波がちょっと悪いと思います。ごめんなさい。それで話を続けますが、最初の仕事は、そのパンを用意することと、で、メノーラの油を絶やさないで、いつも、その明るくしていること、24時間ですね。それがお香ですね。お香を絶えず炊くということです。それが最初の仕事なんですけど、それには、まあ、霊的な意味があります。霊的な意味があります。それは、まず、その、そうですね、パンはですね、御言葉をしっかり、ね、御言葉をしっかり保つということですね。御言葉を保つということです。それはクリスチャンが、いつも、クリスチャンがいつも御言葉を、まあ、学ぶとか覚えるという意味があります。それからお香はですね、祈りですね。クリスチャンは絶えず祈る、クリスチャンは絶えず祈るということを表します。それから、メノーラですね。メノーラ、燭台はですね、いつもその、光を放つ、光を放つ、それは良い行いをするということでしょうか。イエス・キリストにあって、その神の子として歩む、伝道する、そういう意味がメノーラにはあります。ですから、クリスチャンが、結局祭司だということですね。クリスチャンはですね、聖霊の宮です。聖霊の宮です、ね、そして、その、聖霊の宮で、私たちの心の中は祈りの家です。祈りの家です。つまり私たちの中に、私たちの心が聖女だということですね。私たちの心が聖女で、私たちの心の中に御言葉がある、祈りがある、そして光がある、そういうことでしょうか。ですから、信仰で歩むということが、
心の中が光です、ね、信仰で歩むということが、光なんですが、そのクリスチャンが、クリスチャンが聖女なんだよ。そしてクリスチャンが祭司ですね。結局聖女は祭司の仕事場ですが、私たちクリスチャンは私たちの心が神殿であり、私たちの心の中で私たちを、祭司としての仕事をする。クリスチャンは祭司の仕事をするということですね。どうでしょうか。今日はちょっと電波が回線が悪いですね。どうでしょうか、電波は今日はちょっと調子が悪いでしょうか。はい、それ太極拳やってる。なんか、あそこで太極拳やってる人がいますね。はい、今日は、ここに来ました。皆さん、ちょっと来るとき、だいぶ電波が悪かったでしょうか。だいぶ、画像が止まってしまったでしょうかね。ここは大丈夫ですね。ここは電波いいですね。はい。すいませんでした。だいぶですね、電波が悪かったかもしれません。今平気です。はい、レイチェルさん、今平気です。神はいるんだね。夢にイエス様が出てきた。アメン。神様はいるんだね。夢にイエス様が出てきた。アメン。キュウちゃん、おはようございます。今日も見れました。ハレリア。センタさん、アメン。鳥越さんが落選したのは神が悪魔に負けたってことですか。いえいえ、まあ私はね、鳥越さんがいいんじゃないかと思いましたけど、神様には神様のご計画があります、ね。神様のご計画があります。ですから、それはもう神様に委ねるしかないんですね。神様に委ねて、ね、神様のご計画がありますので、心配いらないんです。ニコ生であなたを知った。あなたからイエス様を知った。偶像崇拝をやめました。アメン。お祭り配信楽しかったです。アメン。その計画を教えろよ。はい。神様のご計画を全部知ることはできません。神様のご計画は、まあ、日々ですね、教えてもらえるわけです。今日皆さんには神様のご計画があるわけですね。今日皆さんには神様のご計画があります。その、ご計画を、私たちは受け取ることができます。私も信仰したいな、興味あるな。はい、ぜひですね、信仰を持ちましょう。お香がなぜ炊くのか、理由のところで電波が、あ、そうですか。お香はですね、祈りを表すんですね。ですから私たちの心が聖女です。
清い部屋、清い部屋ということでね。そして私たちの心の中にパンがあり、お香があり、メノーラがあるんです。それはどういうことかというと、パンは御言葉です。お香は祈りです。そしてメノーラは、信仰であり、伝道であり、良い行いです。ですから私たちは祈りの家で、私たちの心は祈りの家で、私たちが祭司で、で私たちは神殿です。そして私たちは祭司の仕事をします。ですから皆さん、今、その、風がちょっと強いですね。ちょっと風が強すぎる。これ、逆の方がいい。こっちの方が、太陽が当たってきてしまうんですね。こちらの方が、いいですかね。風対策ですね。ここは風がちょっとあって涼しいですね。ですから私たちは、祭司ですから、祈りに励み、そして、御言葉に励み、伝道に励みます。皆さんがこの部屋に来るということは、まあ、御言葉をですね、御言葉を、まあ、学んでるということですね。イエス様に会えて本当によかった。よかった。よかった。イエス様に会えて本当によかった。町田の風は霊的にどんな意味があるんですか？町田の風。精霊様ですね。精霊様は風に例えられます。精霊様は、精霊様は風に例えられます。風はどこから来てどこに行くかわからないと書かれています。風は風の、赴くまま吹きます。私たちは風がどこから来てどこに行くかわかりませんが、聖霊様もそれと同じように、聖霊様がどのように吹くか、それは聖霊様の、その御心なんですね。僕はもう無職でも恥ずかしくないんだ。そうです。僕はもう無職でも恥ずかしくない。アメン。どんなに困難でも、困難でくじけそうでも、信じることが大事だと分かった。アメン。アメン。キューちゃん、何年かぶりに見たんですけど、相変わらずですね。アメン。ニートでも救われることに気づきました。誰でも救われます。誰でも救われます。救いとは何ですか？救いというのは悪魔から離れてイエス様と関わることです。イエス様と関係を持つことです。イエス様とコミュニケーションを取ること。それが救いなんです。多くの人は神から離れ、サタンと関わっているんです。罪の中にある。それは、まあ、救われてないわけです。罪から救われる。サタンから救われる。それが救いです。皆さん、救いというものを理解してください。何が問題なのか。何が救いなのか、理解しましょう。救いというのは、イエス様によって救われることですが、それは、以前は車椅子だった。今は信仰で歩けるまで回復した。アメン。アメン。この放送で分かった。本当にキリストはいたんだ。アメン。神様が夢に出てきた。起きたら泣いていたよ。
セミの声がアメンに聞こえました。セミの声がアメンに聞こえました。油そぎが起きた。涙が1時間止まらなかった。ニートだと胸を張って言えるようになりました。人はそれぞれ正義があって争い合うのは仕方がないかもしれませんが、イエス様を信じます。アメン。イエス様を信じると争わなくなってきます。なぜかというと、争いというのは肉的なことなんです、ね、欲望が争いの原因だと書いてあります。人間はなぜ争うんですか？それは欲望によって争うんです。私たちは欲で生きないで信仰で生きます。信仰で生きるならば争う必要がないです。信仰で生きるならば争う必要がないのです。我々日本人は悔い改めます。私たち我々日本人は悔い改めます。今日はちょっとですね、今日は角笛持ってきてないんですが、しかしちょっと高台に行ってみましょうね。角笛はちょっと持ってきてないんですね。あなたは高価でたっとい。あなたは高価でたっとい。涼しい風が吹きます。ちょっと風があってですね、風の音がするかもしれません。あ、綺麗な空ですね。梅雨が明けたので空が美しくなるかもしれませんね。風がちょっと風の音だね。松の笛持ってくればよかったです。あ、青空綺麗ですね。青空綺麗です。Q さんの人生は一体何だったのですか？イエス様によって救われた人生。イエス様によって救われた人生です。すべての人が救われる必要があります。すべての人が救われる必要があります。救いとは何ですか？救いとは、罪から救われ。罪から救われ。悪霊から救われることですね。罪から救われ、悪霊から救われること。それが救いです。もう皆さんの中には、救われている人がたくさんいると思いますが、
みんな救われなければいけません。涙が止まらなかった。洗礼を受けました。すべての人が、救われなければなりません。すべての人が救われなければなりません。多くの人はまだ、ね、自分が、救われなければならない、悪魔の、ね、悪魔に縛られているということに気づきません。もし悪いことをするなら、悪いことをするならそれは、悪いことをするならばそれは、その悪魔に支配されているということになるでしょう。自分も思い切って信仰してみようかな。アメン、アメン。悪魔に支配された、助けて。そうです、その気持ちが必要です、ね、悪魔に、支配されている、それが必要ですね。両親を何度も説得してキリスト教に改宗できました。よかったですね、よかったです。酒がやめられません。どうしたらいいですか。いろいろ悩みがある方はですね、悩みがある方はスカイプの方に問い合わせください。スカイプの方でいろいろね相談してくだされば、まあ答えをですね言うことができるかもしれません。いろんなケースバイケースがありますね。まあこの間いい証がありました、ある方がですね苦しいっていう方がいたんですね、苦しいっていう方がいました。でいろいろ聞いてみたらですね、ゲームとかアニメをやっていたんだそうですね。もう当たり前ですね。今の世の中ゲームとかアニメやってる人はたくさんいるんですが、でどんなゲームですかと言ったらですね、シューティングゲームとかストリートファイターとか、まあ、そういうゲームだそうですね。で私はそれが原因だからそれをやめてくださいとね、シューティングゲームとかそれからストリートファイターとかそういうゲームやめてくださいと言ったんです。でその方はですね、まあ渋々でしょうけど渋々やめたみたいです。そしたら、やめた途端にですね調子が良くなってきて苦しみがなくなってきたそうです、苦しみがなくなってきた。ですから多くの人はですね知らず知らずそういう悪いゲームとか悪いものを見てですね、悪いものをやったり悪いものを見たりして苦しんでいるんです。多くの人はその、悪霊に関わるようなこと、悪霊に関わるようなことを見たりしたりしてそして苦しくなっているんです。ですから、何が良くないか、何はして良いのか、その見極めが非常に難しいので、ぜひ皆さんがもし苦しいなら、してはいけないことをしていて、してはいけないことをしていて皆さんが苦しいではないかと思うんです。ですからぜひ皆さん、悪霊に関わることと信仰的なこと、皆さんはこの天国大学で、まあ学んでほしいわけですね。学んでほしいわけです。
皆さんも苦しい人が多分いらっしゃると思うんですね。でもその苦しい原因が何かということを知らない。人間はですね、その、罪によって苦しむということですね。罪というのは、他人を苦しめることでもあるけれども、自分も苦しむんですね。罪というのは、他人を苦しめること、神様を苦しめること、そして自分を苦しめると言えるでしょう。ですから、皆さんが、苦しい方がいたら、やめるべきものがあるかもしれません。ぜひ皆さん、相談してください、ね。皆さんがやめるべきことを指摘します。これをやめてください、ね。これはよくありませんというふうに、指摘しますので、ぜひ皆さんアドバイスを聞いてください。アドバイスを聞いてください。そのアドバイスで、そのアドバイスで、苦しみがなくなるかもしれない。人生、私たちは、まあ、シャロームって言いますね、シャローム。シャロームっていうのは、平安がありますように。平安がありますようにということですが、その平安っていうのは、これは、あれかな。秋の七つだったかな、これは。平安がありますようにっていうのは、その、霊的に清くなって、霊的に清くなって、悪霊がいなくなって、悪霊がいなくなると平安になる。悪霊がいなくなると平安になる。悪霊を追い出すと神の国になる。悪霊を追い出すと神の国になる。ですから、まず私たちの心から、悪霊を追い出す必要があるんです。私たちの心から、悪霊を追い出す必要があります。皆さんが、この伝道部屋に来てる、伝道部屋に来てらっしゃると、悪霊が出てきます。悪霊が出てきます。はい、戻ってきました。はい。それでは明石タイム行きましょう。ね。明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、神の祭司になって、御言葉と祈りと、良い行いに励むようになった証。イエス様を信じて、祈りをするようになった証。イエス様を信じて、御言葉に、御言葉に使えるようになった証。スタート、スタート。生きることが楽しいと感じた春さん。生きることが楽しいと感じた春さん。毎日が光り輝いてきた春さん。わあ、素晴らしい。毎日が光り輝いてきた。イエス様の優しさに包まれて、目に映るすべてがメッセージでした。僕の人生わっしょい人生になった。僕の人生わっしょい人生になった。やっと僕にも天国の光が見えてきました。カトリックかプロテスタント行こうか悩み抜いております。カリスマに来てください。ネット教会があります。ぜひネット教会に参加してください。イエス様を信じたら一人でコンビニに行けるようになりました。イエス様のおかげで希望を感じました。
信仰、それは僕が見た光、僕が見た希望。人を破滅に向かわせるのは良くない、より自分自身に従うことと思った。イエス様と触れ合いの心、幸せの青い雲。僕はもう何も恐れるものはない。大型トラックにぶつかったが、信仰のおかげで無傷でした。よかったですね。次の大きな集会は何ですか？15日ですね。15日に、ジーザスレインズがありますね。ジーザスレインズがあります。15日月曜日、マーチをします。午前中11時半からマーチがあって、まあ、午後は、賛美と踊りがあります。賛美と踊りがあります。T シャツを買わないとマーチに出れないんですか？そうなんです。T シャツがですね、参加費なんですね。参加費。2枚で1500円かな。T シャツ2枚で1500円。T シャツを着て参加するのが、ジーザスレインズです。キューちゃんを信じることはイエス様を信じることになりますか？そうですね。基本的にはイエス様を信じることですが、そのイエス様を信じることの導入として、ね、私が信じましょう。イエス様を信じましょうと私が言っているわけですから、その私の言っていることを信じてイエス様を信じれば救われるわけです。ね、ですから、私を信じることによってイエス様を信じればいいわけですね。私を信じて、私をだけを信じてもダメなんですね。イエス様を信じて救われるんです。イエス様を信じたら迷いがなくなりました。アメン。アメン。花に咲く花のように人を爽やかにしたい。アメン。アメン。イエス様もですね、野に咲く花に言及しています。野に咲く花、綺麗ですよね。野に咲く花。キューちゃんのように僕たちも生きていけたら素晴らしい。生きていけます。生きていけます。ね、一緒に生きていきましょう。一緒にイエス様と共に、ね、イエス様と共に一緒に生きていきましょう。イエス様と共に一緒に生きていくんです。人の証を聞くと、もっともっと、ごめんなさい。
人の証を聞くともっともっと信仰しようと思います。ハルさん、アメン。時には辛い人生も、トンネルを抜ければ天国だ。トンネルを抜ければ天国だ。読める米がない。読める米がない。天国に行きたいんだなが僕の口癖になりました。そうです、天国に行きたい、天国に行きたい、天国に行くんだ。イエス・キリストを信じるならば天国に行くんだ、それがとても大事な希望です。私たちは天国に行く希望が必要なんです。私だけではありません。皆さんに必要なんです。天国はもう、嫌なことが全くない、苦しみがない、辛いことがない、もう本当に、楽しいところ、楽しいところ、良いところ、ね、天国が本当にあるんです。天国が本当にあります。ぜひ皆さん、一緒に天国に行きましょう。清い心になりたいんだな、醜い自分は嫌なんだ。そうです、私たちは、その罪によって醜かったんですが、罪によって私たちの心は醜かったんです。しかしイエス・キリストを信じることによって私たちの心は清くなるのです。私たちの心は悪魔の心から神の心になるんです。誰でもイエス様の血によって十字架で流されたイエス様の血によって清くなるんです。心が清くなると平安になり、心が清くなるとですね、その爽やかになり、楽しくなるんです、ね。心が汚れてると苦しい。ここ熱くなりますね。ちょっとここ熱くなりましたんで、ちょっと涼しいところに行きましょう。よいしょ、ここは涼しいですね。はい。心が、ね、心が清くなると。心が清くなると、苦しみがなくなってきます。心が汚れると苦しいんですね。心が汚れると苦しいんです。ちょっとごめんなさいね。久々に青空が見えたので
ちょっと青空放送で、久々に青空放送で青空をお見せしましょう。青空放送ですね。久々です。僕はもともと清いと思ってたけど、罪があった。生まれつき罪があった。そうなんです。多くの人たち、まずですね、よくですね、私たちはですね、周りにいる人の罪がよく見えます。ね。あの人はああした。あの人はこうした。ね。あの人はこういうとこが悪い。姉さん、天国大学テスト。天国大学テスト、久々ですね。なぜ人の罪が見えるかわかりますか？なぜ人の罪が見えて、裁くんでしょうか？ね。はい。答えてください。なぜ人の罪が見えるか。なぜ人の罪が見えるか。なぜ人の罪が見えるか。それではですね、いくつか答えがあると思います。いくつか答えがあると思いますが、一つの答え、それは神様が、その自分の罪ですね、人間の自分の罪を、教えるためなんですね。自分の罪って見えにくいでしょ。自分の罪って見えにくい。ですから、人の罪を見せてるわけです。人の罪を見せて、人が罪を犯します。それは、その人の罪を責めるためではないんですね。責めるために人の罪を見せてるのではなく、自分の罪を、理解するため。自分の罪を理解するために人の罪を見せてるんです。多くの人は人の罪を責めます。悪口を言います。ね、悪口を言って裁きます。責めます。それは、そうではないんだ。人の罪を責めるのは、人の罪を裁くのは、まさに自分の罪だということですね。あ、答えにありましたね。答えにありました。皆さんの答えにありましたよ。その人の罪が見えて、人を裁くのは、自分の罪によって裁くんだということによって、自分にも罪があるんだ。自分にも罪があるんだということを理解させるためなんです。つまり大事なことは、自分の罪を認識することなんですね。自分の罪を認識すること。それが大事なんです。なぜかというと、自分の罪を認識しないと、自分の罪を認識しないと悔い改めることができないからです。悔い改めなければ許されないんです。イエス様、こういう罪がありました。ごめんなさい。こういう罪を犯しました。ごめんなさい。そのようにして悔い改めることによって、私たちは清くなるんです。イエス様に悔い改めるだけで清くなります。イエス様に悔い改めるだけで清くなるんです。そして清くなることを喜ぶんです。自分の心が清くなること。つまり罪がなくなっていくということですね。罪がなくなっていくならば、清くなります。そして、楽しくなるんです。罪が多いと、
罪が多いと苦しくなるんです。皆さん、部屋にゴミがたくさんあったら楽しくないでしょ。皆さんの部屋がゴミだらけだったら楽しくないですよね。しかし、きれいに片付いてきたら、皆さんの部屋がきれいに片付いてきたら気持ちがいいです。心だったらなおさらじゃないでしょうか。心がきれいになった、なったら、なおさら楽しいのではないでしょうか。ずっと罪がなくならない、なくならないって言ってるじゃん。完全になくなるっていうことはないでしょう。だけども、基本的には、イエス様を信じて全部許されていますね。不完全でも許されています。そして同時に、信仰によって清くなっていくということですね。完全にはならないかもしれない。完全にはならないけれども、清くなっていきます。私たちは、清くなることを、成長すること、霊的成長して、霊的に清くなるということが、とても大事だということですね。何かコメントがありましたね。思いのままに生きられず、心に石の、なんて書いてあるんですか。石の、自分を苦しめた愚かさに気づいた。それが結局は、罪の苦しみということでしょうかね。あ、時間来てしまいましたね。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、イエス様を信じて、罪から救われたい、悪魔から救われたい、罪が許されて楽しくなりたい、罪が許されて楽しくなりたい、清くなりたい、罪のしがらみ、取ってほしい、罪のしがらみを取ってほしい、悪いことをやめたい、そういう方、アメンと言ってください。アメン。悪いことをやめたい方、アメン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 。アメン。アメン。天のお父様、感謝します。天のお父様、感謝します。今アメンと言った方々が、罪から救ってください、悪魔から救ってください、苦しさを取ってください。苦しみを取ってください。そして、罪が許されて、神の子になりますように。神の子になって、清くなる人生、その楽しくなる人生に入ることができますように。イエス様の弟子になって、御言葉を学び、祈りをし、その良い行いをする、祭司となりますように。本当の祭司となりますように。どうぞ今、アメンと言った方々を祝福してください。多くの人たちは、騙されて、悪魔に騙されて、悪魔の手先になっていますけれども、どうぞ、一人一人が悔い改めて、神のことになりますように。神のことになりますように。神の祭司となりますように。祝福してください。祝福してください。祝福してください。今日一日も、
素晴らしい一日となりますように。神様と共に歩む一日、神様と共に歩む一日、素晴らしい一日となりますように。イエス様感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。